キクラゲってすごい栄養素がものすごい豊富な食べ物で、えー、サプリとか応用できるうん魅力があると思ってますすでに韓国の方には一つキクラゲのエキスを抽出した美容液っていうのが、まあ、売れてるか売れてないかちょっとごめんなさい分からないんですけど一応も商品はありましたあと台湾の方ではタピオカドリンクではなくタピオカではなくあの,あの中がキクラゲになっているへえ っていうのが若者にあの結構あのバズってるらしくて例えばスイーツとかでも使えます、まあ、あのそういう商品を開発したわけじゃないんですけども白きくらげっていうのがありまして色が真っ白なんですけどそれはこう、まあ、ちょっと映えるようなお花みたいな形で蜜をつけてアイスと一緒に食べたりとか。 そうういのもイメージはしてます僕はね新しいことを考える前にそもそも生きくらげを今までの食べ方で食べるやり方でどんだけ売れるのかがやっぱり気になるんですよね。で今楽天とか見たら確かにいっぱいあるんですよ生きくらげが。あれ生きくらげ余ってる状態なんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですけどそういうわけではないですかたまにに夏なるとちょっと入ってくるんだけどもずっと売れるずっとくれるんだったら持ってきてできたら持ってきて。 って言われたんですよなるほどでそこもあのやっぱり感触がありましたそれ1箇所だけですか何箇所か回らなかったんですかあそこが大手なので大手なんですか大手のスーパーなのでいきなり関東300店舗ぐらいあるスーパーさんなのでさすがにあちこち回っちゃうと生産が間に合わないっていうのもあるんで<ー>まずそこから検証していきながらすごいやっていこうというのがまず一つあります 僕サイト見た限り、はい、ありすごく競合が少なかったんですよね。少なないいと思いますすそううですよね、はい、なんかもう個人の和歌山のお店が出てきたりとか、はい、北海道の一部が出てきてでもサイトもかっこ悪いんです、そんなに。はい、これ、勝てるなと思ったんですよね。 そうです競合少ないんで自分ももうそれが最初のだから売れてなくて競合が少ないんだったらちょっと厳しいんですけど少なくとも SEO 対策でホームページを一番上に持ってくることはできそうだしそうですねリスティング広告とかでも売れるそうな気がするしもしかして本当に完全ブルーオーシャンの部分なのかもしれないなっていうのはちょっと思ってますちなみにキクラゲってどれぐらいで育つんですかヶヶ月月で約え早そうなんだ それが三回最低三回ぐらい取れます。そもそも生キクラゲも中国から輸入してるんですか。あ違います。違いますよね。ということは中国から来るものは全部乾燥です、ねうん、そうです。はい。生でなるほど。じゃあ生で出せるのは日本産だけそういうことです。なのでさらに希少性<ー>あそこに希少性があったっていう国内でそのキクラゲの生産をしてて失敗例ってないんですか。二酸化炭素濃度が高いところで作ってしまうと危険になってしまうとか<ー>そういう失敗例はいくつかあって水の上げすぎとかそれはやはり農業 いろんな農業と一緒で、そもそも費用って、何がかかるんですか、人件費ぐらいですよね。作るのにですね、はい,はい。はい。あのー、人件費と、えー、光熱費です。どれぐらいかかりますか。最低三十平米で、金賞が約千五百床。並びます。で、えー、金賞自体は月に十五万円ぐらいかかります。なるほど金賞手に入れるのにってことですね。金賞買うのに、月にじゃ、十五万円ぐらいのコストがかかってきます。はいはい、ええー、暖房光熱費が約十万円。 えー、その他、パッキングだったりするものに、えー、約5万円、30万円ぐらいです、でそこから取れるのが約70 700キロから800キロぐらい、まあなえー、2000円でいうと、えー、150万、そうですね、4 5 0万円ぐらい、その中のコストは今言ったものですね、人件費、どれぐらいかかりますすか人人人件費は一一ででできますボロけじゃないですか